本番から本番9時から来るって言ったかな。はい、つながりました、はい、さっきまでの途中で切れたな。じゃあ、ラレちゃんが行くわよ。もう一回行きますか。お、相馬。はい、相馬あさみさん。あさみ様。はい、新商品をいっぱい。桜156の綺麗な店長さん、はい、そうなんです。そして、まあ、チコリシリーズでチコリはもちろんですが、うん、コーヒーね、の揚げせんべいも今回取り上げてということで手に持っていただいております。いやいやいや、食べたよ、うん、はい、でそれから隣いいですか、うん、コマッコランド。もうそっち行くの。あ、はい、ジェラート、桜156。ジェラートのね、まだ食べてないんだよね、ジェラート。私も食べてない。あ、試食なかったな。あ、試食ないな。ないことだって、あの時まだできてなかった。値段も決まってなかったから。前の日やっと決まったよね。250円でね、うんうん、問題あったね。そうなんですよね。うん、でも桜156は、ずいぶん新しい商品が増えたね。増えましたね、お土産物もね。お土産関係ね。ってことで、やっぱ桜156って何って問い合わせが多いですよ。うん、156って何だと思いますか。桜156。そうなんです。ビバービバー。ちょっとカメラ回す前に答えやると、うん、もう一回言ってくれる。もう一回、もう一回ね、巻き戻し、はい、巻き戻し。桜156。156って何ですか。はい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 、はい、どうぞ、はい、桜の本数ですね。すごいですか。よく知ってましたね。はい、松の木は何本でしょう。松の木は実は意表をついた。松の木は今の桜156だったでしょ、うん、松はそこの字を2つひっくり返して165なの。松は、松は165、桜は156と覚えてください。はい、バイバーイ。やってきました。はい、はい、クッキーあげます。はい、はい、ピンク、コマピンク、コマピンク。コマッコランドもこの連休イベントがたくさんあるんですけども、混んでるみたい。今もすごい混んでるみたいですね、うん、そこで頑張っているのが村上理香さん。かわいいね。すごい明るいお母さんなん、ママなんです。二十歳くらいじゃないのこれ。あ、ごめんなさい、見えますか、二十歳に、うん、ママなんですけど、うん、まあ、小さい頃から動物が好きだったと。おうおうおう。ね、動物に関するお仕事したかったんだけど、うん、中でも高校時代水泳部にいたそうですが、水泳からイルカの調教師になりたいって気持ちもまたいいですよね。リカちゃん、縁あって競走馬の育成牧場で働いてたんだけど、うん、コマコランドに来て今働いてる。リカちゃん、会いに行けばいいわけね。いいます。コマピンクやってるわけね。でイベントではコマピンクを担当してます。はい、はい、その下、その下、JC の企画1955。 JC ってなんだっけ。ちょっと待って、JC ってなんだ。青年会議所。なんか今安直みたいな。青年会議所、ピンポンですね。はい、クッキー、クッキー、ありがとうございます。どうぞ。はい、なんだよここは。そうなんです。汚かったな。もっと教えてくれないと。びっくりした。あ、自転車歩道まずいんじゃないの。今日私この間引かれそうになったんだよ。あ、そうなんだ。まあいいや。あの人だけダメ。うん、あ、香織さん、かわいいね。超美人ですね。すごいね。おしとやかな方で。ミスと和田みたいな感じです、ね。ちょっと、そういえば草木ミスと和田やってないですよね。なんで今。やったらいいのになと思いました。ちょっと今ミスと和田の話してるんですけども、そしてですね、なんとなんとこの丸井さんが委員長を務めているのがこの交流拡大委員会っていうのがあると。メンバーを増やすためのチームですね。お勉強はもちろんなんだけど、まちづくりや元気なまちとか明るいまちづくりにも一生懸命頑張ってるという。では次の質問、この1955って何ですかね。はい、1955って何ですかね。1955って何ですか。あれ、あそこ、あれ、生まれた年ですか。あれ、あー、やだだ。1949だめね。あー、しまった。クッキー食べれない、食べれない。1955って何ですかね。こちらのお客さんに聞いてみようかな。1955って何ですか。屋台村の、うん、ピンポンピンポンピンポン。クッキー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 。はい、クッキー、はい、こっちがいいですね。はい、ダイエット中です。ダイエット中です。はい、1955。はい、ありがとうございます。帰るのね。またね。はい、またね。また、はい。そうなんです。食楽街三本木の1955のことなんです。富士屋ホテルの前の向かいにある、ね、あの屋台街ですね。はい、そこに20歳から40歳までの若い方々が
その120人まま、ね、結構にぎわってましたね。1つの店に大体10人ちょっとぐらい入らない、うん、ね、そして皆さんで自己紹介したり、これからどうしようしようって若者たちがディスカッション、すごかったんですよ、うん、でしかもその後二次会、ほとんど二次会流れていたなんか見たいですね。結構な活性化でしたよ ね、 いいですね、まあ、今年2回目だったんですけど、うん、これが多分でまだか似たようなのが5月12日にまたあるっていうのを聞きましたね。おいおいおい、マチコンみたいなのがあるみたいです。マチコンあるんですね。あ、はい、お客さんちょっと座ってください。質問がありますんで、はい、あの正解になるとクッキー差し上げますんで、はい、そして今度は、はい、花散歩。花散歩、桜がいいですね。桜、はい、青森県にもなんと300種類以上あると言われる桜。おお、300種類も、うん、80% 以上がソメイヨシノですと。お、各公園にもソメイヨシノがたくさん。ここもそうです。ずいぶんね、咲いたなと思ったらもうこんな早かったですね、満開ね。あの毎日ここにいらっしゃるんですか、このボランティア方、笹森さん。あ、手を振ってますね。手を振ってますね。はい、もうシュワシュワ。そうなんです。45くらいの方。いい、そうですね、はい、ね、はい、そうなんです。どうですか今年の桜は。いや、綺麗です ね、 ね、やはりですね、うん、冬の寒さが厳しいほど、うん、桜は綺麗に咲くそうです。説得力がある話し方ですね。そしてあの温度が、うん、あの20度以上になると、うん、もう2日か3日で咲くということね。ちなみに、うん、あの10度以下が2ヶ月ないと桜は咲かないそうです、ソメイヨシノ。ですからあの暖かい国ではね、ソメイヨシノは咲かないと思う、はい、2ヶ月ですよ。すごい物知りの人ですね。あの日報でなくて毎日新聞についてる。1枚じゃなくて、そっか。三浦さんまだうろうろしてた。今さっきここでずっとお茶飲んでる。なるほどね。あれ、さくらのマイクロバス、あのワゴン、さくらって書いてました。さくらのって書いてた。なんか今行きました、はい、そうなんだ、うん、でも今年ね、あっという間に咲きましたね、ね、びっくりでした、はい、しかももうこんなにちょっと風が吹いたらもう花びらが、江戸比嘉桜と大島桜を掛け合わせて、うんうんうん、あのね、染井村って江戸中期の頃から末期にかけて、染井村っては今の駒込って、うん、そこの職人さんたちが開発して挿し木をして、うんうん、あの染井吉野、あの吉野山にね、山、桜がいっぱいあるというので、のそこの染井と吉野山、吉野を取って染井吉野で、この方こういうペラペラ知ってるの、はい、で今から100年前にあのアメリカの植物刺繍家がね、あのこんなあのポトーマック川ですか、うん、おうおう、あの寂しいところに桜を植えたら、うんうん、っていうことを当時の大統領夫人に、うん、あの言って、うん、3000本の桜をその当時の大臣の尾崎幸男ですか、うん、送ったんです。これが今年で100年ですね。ちょうど100年。それをお礼にしたのが、あの花水木ですね。アメリカ花水木をお礼に、ね、アメリカがついたのね。今は、花水木を、で花水木日本にこう咲くようになったんですよね。そうなんです。で、イギリスの植物収集家の方が、あの世界中どこの公園を見ても、日曜日の上野の お山から隅田川沿いまでこのように桜を楽しんでいる、うん、あの人間はないと言ったそうですよ。それであの桜を見て田植えを決めた。それも外国の人が日本に来て、永遠のカレンダー暦だって桜は、ソメイヨシノは。あ、よろしいでしょうか。拍手。はい、これプレゼント。はい、10キロで10グラム大丈夫。素晴らしいです。ありがとうございます。毎日新聞やめられませんね。掛け橋新聞ですけど、うちは掛け橋新聞、あの購読いただいておりますので、そうそう、あ、そうは我が身の認知症。いやそうだよね。また明日もなんてこと喋ってここにして喋ってもらいましょうか。ありがとうございます。でも本当にあの桜ってのはね、カレンダーですよね、そうなんだって、ね、時のカレンダーで、それでね、うん、
あの田越しする旅をするね、桜を見て。で、日本の国ってそれこそ1年の半分は桜咲いてますからね。何？沖縄1月、6月北海道、半年間日本列島のどこかで。なるほど。実は高速道路、沖縄から北海道の高速道路の400キロごとに桜の木植えてるんです。で、桜の木の下に桜前線って書いた。本当かな？これ本当の話。岩手山のサービスエリアが一番近いところ。あります。今度行ってみてください。20年前に植えましたので、かなり目立って大きくなってます。あなたも知ってるね。任せて、桜の話は。じゃあ桜前線が分かると。でも、ね、青森県人の4人に1人は桜が好きだ。あ、次は奈良県。次は京都ですね。そうだそうです。青森、京都、奈良。奈良です。青森、奈良、京都。はい。青森、奈良、京都。うまいな。素晴らしい。じゃあすごいです、今の青森、奈良、京都。はい、太るお菓子を。いいですね。いや、すごいです、まあ、これって。というわけで、今日は駆け足第5号の早読みをですね、今日は官庁街の桜の下でですね、はい、やりました。奈良が入ったね。絶対お前が取ったんだということでね。